はい、こんにちは、ゾルです。今日はですね、カメラのちょっとお話をしたいんですけれども、まずね、それでは別の話というかニュースが今日あって、車なんですけどね、トヨタの86とスバルの BRZ、これが、発表になりました。はい。で、それがなんでカメラの話と関係あるかっていうと、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、トヨタの86とスバルの BRZ、これって、共同開発しているものなんですね。基礎設計というかな、企画か、車の企画は、最初の企画は、トヨタの方から出したものですね。スバルと一緒にやらないかという話が出て、それで、現状ね、今トヨタの方からは86で、スバルの方から BRZ で、メインとなって車の基本部分は全部同じと、いうものですね。で、いわゆる味付けの部分ですね、最後の乗り味であったりとか、そういうところは、トヨタの味付けがあったり、スバルの味付けがあったりっていう形で、うまくね、コラボしたような形ですよね。で、ましてやスポーツカーなので、今スポーツカーはね、かなり、売れ行きとしてはね、どうしても他のカテゴリー SUV とかに比べればどうしても売れ行きが少ない。ただ、ねじれファンがいるっていうことで、共同で開発してこう出してきたと。で、未だにね、やっぱり人気はありますよね。で、じゃあね、カメラって同じように、日本でもね、本当に世界に名だたるカメラメーカーがあるわけですよ。ね、例えば車で行けばトヨタもスバルもやっぱり世界にこう、名だたるね、本当に誇れる、自動車メーカーじゃないですか。その、国内の自動車メーカー2社がタッグで何か製品を出すということを自動車メーカーなんかはやってるわけですよ。それってカメラなんかでもできるんじゃないのってそのニュース見て思ったんですよね。で、今のところそういう製品って自分が知る限りないですよ。多分ないと思うんです。今までも多分なかったんじゃないかと思うんです。レンズとかはね、レンズなんかは例えば別の、会社さんの技術を使って作られてるものとかね、実はね、例えばニコンならニコンで出てるけど、中の技術としては、違うメーカーさんのものがこう投入されてたりとかね。実際、ニコンかどうかわかんないですよ、それはね。例えば、こういう、ある A というメーカーがあって、レンズ出してるけど、技術的なものは B というメーカーのもので、レンズを出してると。そういったレンズに関しては、ね、たまにそういう話も出てたりしますけれども、カメラ本体っていうことに関しては、そういった話って、自分聞いたことないんですよね。やっぱりカメラメーカーさん独自で単体って言ったらいいのかな、そのカメラメーカー一社単体で自分たちの、製品を出すということをやってるわけですよ。ただね、ミラーレスにこう時代としてなってきてね、でスマホも台頭してきて、カメラメーカーさんもかなり、各社苦しんでるわけですよ。とは言ってもソニーなんかはミラーレスに関しては、かなり検討 してますよね。で、ニコンなんかもセンサーはやっぱりソニー製のセンサー使ってるわけじゃないですか。例えばそういったところで、2社とか3社ね、共同で例えばメインフレームみたいなものね、こう基本となる、基礎設計の部分は共同でプラットフォーム化して作って、それをベースに例えば、ソニーだったりニコンだったりキャノンだったりパナだったりっていう風にこう一つの、プラットフォームから何かこう製品カメラを作り上げていくっていう、そういったカメラメーカーのこの全体で何かこう盛り上げていくっていうようなことがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。もちろんその各社が競い合って、例えばあそこのメーカーに負けないものを作るっていう風に、こう一社で頑張るっていうのもありだと思うんですけど、
まあ、それはそれでアプローチとしてはもちろん必要なことなんですけど、やっぱり業界全体を盛り上げていく、で生き残りをかけてっていうところでいくと、何かね別の例えば会社さんとコラボして共同でね何か一つの製品を作り上げるっていうのもあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、例えば、カメラの場合だとレンズのマウント違うじゃないですか。マウントが違うんですけど、例えばカメラのね基礎の部分は同じで、マウントだけそのそれぞれのねメーカーさんのマウントになるようなプラットフォーム自体をもう作ってしまって、で、そこから一つの製品をどんどん作り上げていく。なんかあのレーシングカーの、あのプラットフォームみたいな形にもちょっと似てるような気がしますけど、何かこう共通の一つプラットフォームを作っちゃって、それぞれがそのプラットフォームを使って一個の製品を作ると、うん、なのでそうすればね、基礎の部分は同じなんだけど、各社違う味付けのカメラがこう市場に出てくるみたいなことができるんじゃないかと思うんですよね。うん、でそれがね、最初に話したトヨタの86とスバルの BRZ みたいな、こういう形のいいこうなんか相乗効果っていうのかな、うん、お互いに協力もし合うし、だからといってぶつかり合うわけじゃなく、お互いに競い合う部分、合う部分も こうあったりとかして、うん、なんかいい効果が生まれるんじゃないかと思うんですよ。で実際トヨタの86とスバルの BRZ なんかは、それぞれねあのいい効果がやっぱり市場に対しては与えてると思うので、同じことがねやっぱりカメラでもできるんじゃないかなってちょっと、そのニュースを見て思ったんですよね。うん、なので、さっきもね話したんですけど、なんか一社独自でねこう固くなに何かこう作り続けるって、それはもちろんそれでやったらいいと思うんですけど、各メーカーさんでね何か協力して、こう一つのプラットフォームをもう作ってしまうというのもなんかアプローチとしては面白いんじゃないかなと思うので、それはねちょっと私が、今日見たニュースから一つあのカメラメーカーさんへ提案したいなと、はい、いうふうに思います。うん、別にそれで、ね、失敗するか成功するかちょっと分かんないんですけど、うん、別に各メーカーさんそれぞれにとって、メリットもあるだろうしね、デメリットももちろんあると思いますけど、うん、何か一緒に何かね全体でこう盛り上げていくっていうのが一つアプローチとしてあってもいいなと思ったので、今回こういう話を、取り上げてみました。はい、てな感じで今回の動画は、終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。